はい、こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回は田中ワークスのモデルガン M1917、ミリタリーですね。 5.5 インチヘビーウェイトモデル、ご紹介したいと思います。このモデル自体はね、1年2年ぐらい前ですかね、動画再開してね、割と早い時期にすで、にご紹介しているモデルよりちょっと前のモデルが出てきたんでご紹介したいと思います。最初ね、私やっちまったなと思ったんですよ。まあ二重買いっていうやつですね。で、箱がこれなんです。はいね、ここのシールよく覚えておいてくださいね。で、以前紹介したやつはですね、これなんです。この個体なんです。で、箱がですね、これなんです。シールがね、ほら違うでしょね。で、これだけで中身は一緒かななんて思ったんですけれども、取説がねついてきてる。取説 N フレームということでですね、これがいきなり入ってるわけですよ。でそれ買った時驚きました。おい、ちょっと待ってくれ、俺 M29 買ってねえよ。考えてみたら、フレームのね強要性ということで、ちゃんと差分にねこういうのが入ってきてるんですね。でこの日付ですね、これがね、2010年のねものなんですね。こいつはね、はい、2010年のものね。で、新しい方のこいつがですね、先に紹介した新しい方のやつがですね、これここまでは一緒なんですよ。うっ、しまった、まだしまったと思ってますね。でそれがね、あれ、差分どこ行った、これか、あれ同じか、どっちが違うんだ、これは一緒か、こっちが、ごめんなさい、本体系のやつが2014年の取説なんですよ。でこっちはですね、本体系というかこれがですね2008年なんですね。ということで、これはまあ世代が違うというふうに私は判断しております。ところがですね、困ったことに中身の何が違うかっていう細かい知識はね、正直私にはございません。多分でもね、メカがね変わってるような気はしないでもないですよね。ということでね、違うモデルですよということで、まあ改めてご紹介する次第でございますね。どうでしょう、まあ2丁並べるとね、まあ相関といえば相関ですね。ね、まるでね、軍の調達係になったみたいですね。何々軍曹に1丁みたいな感じでね、はい、まあ、外観的にはまあ違わないのかなって感じですね。刻印とかどうでしょう。こっち新しい方ね、こっちが古い方ね。2008年頃の、10年頃のモデルか。じゃあこれ、これに買ったのは2018年頃ですね。なんかあんまり違いが私にはよくわからない。でこれ確か紹介した時にね、ここに刻印入ってねえか確認しなさいなんていう指示を受けたんで確認した記憶がある。あ、ここですね、この刻印ですね。ここにいろいろと刻印が打たれておりますね。はい、ここにね、見えますかね、はい、でこっちの刻印はね打たれてるようなんですけれども、うっすら、すんごく薄いな感じですね。冬はね、この辺りもまあ違うんですかね、はい、あとはね、こっちは散々空打ちしてもうシリンダーに回転孔がついてしまってると。こっちは多分大事にしてるんでしょうね。回転孔がついてないですね、ちょっとその辺りで。で今日はですね、このハーフムーンクリップっていうね、独特な、要するにオートのね、弾をね、リボルバーに使おうということでね編み出されたこの必殺技についてね、ダミーカートが入るのかとかね、その辺の検証、それとまあ、グリップね、ちょっとねこれに取り替えてみたいなと思います。まず最初にグリップ交換しちゃっていいですかね。まあ、確かにねこのグリップも悪くないんですよね。で純正のグリップはね、こういうね、プラのグリップなんですけれども、結構これもね雰囲気が良くてね、どうです、見た目なんかこれはこれで良かったじゃねえのっていう感じですよね。だこのまんまの色合いで木だったらいいんですけれどもね、やっぱ木にこだわるのはね、まあ、肌触りですね、木の音ね、はい、ということでちょっとね、気に入ったのが出てきたんでね、それにグリップを交換させてください。そうするとね、モチベーションも上がりますんでね、はい、これなんですよ、これこれ、はい、これです、これこれね、
抱えたんでしょうね。ちっちゃくて老眼の私には読めません。そろそろね、新しい老眼鏡、もうね、そうだな、10年、もう結構長い間作ってないですね、老眼鏡ね。そろそろね、作らないとね、全然こうやってやってても作業しててもね、見えねえ見えねえ、ほぼね、あの勘でやったりなんかしちゃいますからね。どうでしょう、今日このひとときはこんなグリップで、まあ軍用だからもうちょっと本当はシンプルじゃなきゃおかしいよとかって言われちゃうかもしれないんですけれども、まあね、お召し替えっていうのはね、どの世界でもあるんでね、今日はこれで遊んでいきたいなと思います。さて、まずこのハーフムーンクリップなんですけれども、これね、あの要は、共用性ですよね。ね、 45ACP を入れようとするとストンとね、本当はこれシリンダーに、あの要はインサートが入ってなければね、こうスコーンと抜けてっちゃうわけですね。こうやって入ってっちゃうわけですね、これね。これじゃいかんということで、こういう半月状のクリップで押さえましょうということで、こう押さえてこう入れるわけですよ。でこれで普通のリボルバーとしてクリアランスご覧ください。でこうやってね、遊びっていうかね、作動させますということなんですよね。でこれにね、私はあのこのいつも遊んでいる、シーテックさんだっかのこのね、ダミーカート、これクラシックタイプのやつですね、これをはめてみましたと。そうするとですね、ほんのちょっと突き出ちゃってるの分かりますかね。両方入れてみましょう。ほら、どうですか、収まり具合の違いと分かります？ほんの少しなんですよ、ね、でこれでこう入れちゃうと、実はこれ回転しなくなっちゃいます。こいつが突っかかっちゃって。でそれはなぜかと言いますと、この付属してくるカートリッジですね、これのですね、全長がですね、まあ、ざっくり 31.4mm ね。でこっちのね、ダミーカートがですね 32.5mm、わずか1ミリぐらいの差でね、やっぱ当たっちゃうんですね、インサートに。見てください、インサートに当たった時点でこうやって出っ張っちゃってるんですよ。ほら、こういうふうに。で、残念ということで、このせっかくのクラシックカートはダメでしたと。で、今度いつも使ってるね、新型のね、方の、まあ、45ACP のダミカ。これがね、いいところで 31.7 ぐらいなんですな。これだったらどうだろうということでね。こう入れてみるとね、うんとギリギリ収まりそうということで、このカートだったら、使えるかもしれないということです。はい。で、このね、半月クリップからね、外すときってね、結構難しいんで、田中さんの取説にもね、怪我しないように気をつけてくださいという、怪我しないようにね、こうひねらないようにした方がいいですね。ひねってしまうとね、面が、あの、均質じゃなくなり、つらい位置にならなくなりますんでね、ちょっとこれに、じゃあ、こいつをつけてみましょうか。パチッ。こうするとね、こうなんかこう入りそうな予感ですね。どうでしょうか、はい、ギリギリ入ってますよね。あとはシリンダーが回るかどうかですね。あ、回りますね。はい、はい、ということで、空打ちカートですから空打ちしてみましょう。こんな感じですね。はい、シーテックさんのね、この失礼、こっちのカートはね、ここがね、丸まってる分使えるようになったということですね。やっぱりね、ズバリ重いんでね、こっちの方が楽しいですよね。はい、おずしっとくるね。はい。まあ、そんなことでね、いつものね、リボルバーのね、装填廃墟とは全く違ったね。すいません。楽しみ方ができると。で、このハーフムーンクリップがついた状態でエジプターを押すとどうなるかっていうと、こんななんか異様な光景になるわけですね。こんな感じで、ちょっと独特ですよね。失礼。ということでね、無事ダミーカートも装填できるということが分かりましたと。まあ田中さんね、インサートの位置がね、微妙に奥ですんでね、こういうことを、まあ、ちょっと検討しなきゃならなかったということですかね。はい、
ドカンとね、でっけえ穴が開いてる割には結構たなんかバレル肉薄でどうなんでしょうっていう感じですよね。まあリボルバーだからこの辺からも逃げるでしょうし、いいのかなって言えばいいのかな、まあ、もっともここは肉が薄くてもこの辺はそれなりにあるわけなんでね、はい、これですよね。やっぱりなんか風格を感じる、まあ、昔ねおまわりさんでもこれを持ってるね、日本のおまわりさんもいましたけれどもね、こういうのを持ってるね、なんか味がありますよねやっぱりね、はい。実際これのね実銃ぶら下げてたら本当重かったんでしょうね。柄が悪かったのもしょうがないですね、はい。本当に昔のおまわりさん意味なく追っかけてきましたよね、自転車乗ってる子供たちをね。絡みだとねこのぐらいしかないです、ヘビーウェイトとは言っても。まあ所詮モデルガンですからね。これがねガスリボルバーだったらね、田中さんの場合ペガサスでここも重くなりますからね、 700g ぐらいまでいくのかな、もしかしたら。まあこれですとモデルガンですとこんなもんですね。でカートをね、装填するとね、ちょっとまあいいや、ちゃんとハーフムーングリップにちょっと半々ですけどね、半分ちょっとダミカ入れてみると、それでも700いかないですね。まあそんなもんですね。まあ、これは持って重さを楽しむというより、まあ、歴史と雰囲気を楽しむようなモデルかなっていう気がしますね、はい。私はねこういうオールドファッションのリボルバーって大好きなんで、もう所有してるだけで嬉しいし、時々やっぱりね飲んでてね夜引っ張り出したいなと思う時にはね、こういうのをね引っ張り出してね、まあね、このなんていうんですか、こうグリップのこのアンバランスさ、こんなでかい銃なのに握るとここんな小さくて大丈夫なのみたいなね、いや多分銃自体重いから大丈夫なんだろうなんてのも想像したりね、まあ、あとこのむき出しのね、まあ、一応ね SW ですからどうしてもここにね、エジェクターロッドを抑える機構は必要になるんですけれども、それでもねこのシュラウドがなくてねむき出しになってるねエジェクターロッドなんか見てるだけでね時の経つのを忘れますね。でこれ結構綺麗でしょ、エジェクターロッド、こうよく錆びます、簡単に錆びます。で私これね、ここだけラップに巻いてカチャッと収めて、オイルを軽く拭いてラップで巻いた上で、さらに全体ビニール袋に入れて、これは保管しています、はい。でもう一度この芯を、このクリップをこう持ってたんですかね、半月状のやつをいっぱいね、これはこれで収まり悪くないですかね、これはこれで妙にこの形ってね収まり悪いですよね。スピードローダーについてこう丸まってるよりもさらに収まりは悪いですね。ねえ、こんなのたくさん持ってたのかな。まあもっともそんなに、やっぱりこれ自体も主力武器ではなかったのかな。もう小銃とかそういう方がメインで。とさっき収まりましたって言って、まあ収まって回ってますけども、やっぱりちょっとね、ちょっとなんかあれかなって感じするけど、大丈夫かな。ね。どうでしょう、このねまたいい感じのグリップ、ね、やっぱ木グリはいいですね、はい。もちろんねさっきのねこっちの木グリね、これもねまたいいんですけどね、こいつもねボテッとしててね、ね、おお、まあ下が赤なんでねちょっとねコントラストつかなくて申し訳ないんですけれどもね。でねこれをね狙うとこんな感じでね、そういいですね、フロントサイトがねこれパーンと。でもまあ屋外、日中ということを考えたらこのぐらいでも十分狙いやすかったのかなっていう気はしますね。まあ実際しっかり狙って撃つようなものでもなかったのかもしれませんし、想像の域を出ないですね、まあ、映画なんかではねもちろんね時々見かけますけれどもね、特に古いね、テレビドラマなんかではね、まだまだこの銃がね現役でね使われてたりするシーンを目の当たりにすることもできますね。日本ではあれですね、これが SW のこれだったかコルトの方だったか分かりませんけど、クラマテングシリーズですね、はい、大友龍太郎のね、あら実銃でしょうね、バーンと撃ったね大友龍太郎びっくりしますからね、はい、結構爆笑ですねあれはね、なかなか、まあ、そんなこともあってね、まあ、いつも申し上げるように古い映画はね、ある意味ガンマニアにとってはね宝庫ですからね、当時もののモデルガンとかね、それともっと古くなる50年代になると実銃とかがね、
あのステージガンとしてね登場してたりするということでね、非常に楽しいですね。はい、ということでね、今回のサンリボはですね、この M1917 ですね、田中さんのね、モデルガンいろいろ着せ替えしたりね、ハーフムーンクリップね、この辺にねダミカが入るかとかね、装填できるかといろいろ遊んでみました。はい、ではまた。